可愛いよね。なんかさ、ずっとやりたかったさ、なんかハーフツインの下バージョン。なんていうの、なんかさ、ハーフツインほど高くないハーフツイン下。こんばんは。ということで、改めまして、昨日の時間がない公演で卒業発表をさせていただきました。ペコリ。なんかね、卒業発表する昨日まですごいいっぱい文章を考えたりとかしてたんですけど、なんか全然思い浮かばなくて。そう、それを昨日なんか終わった後に、どうしようと思って、じゃあ今の気持ちを書こうと思ったら、昨日は昨日で全然気持ちがまとまらなくて、すごい悩んで投稿させていただいたんですけども、なんかね、何から話そうね。そう、まあ、なんで卒業を決めたのかっていうのを、まあ簡潔に話すと、ちょっと簡潔に話せないんですけど、なんか、まあ今年の1年とか今後のこととかを考えた時に、いつかは絶対にその麻雀とアイドル活動どっちを取るかっていう日が来るというか、なんかその決断が突然来ることが全然あるっていうのが分かった時に、じゃあその時に、まあ私は SK48 っていうグループに所属をしているので、なんかどっちが本業っていう気持ちは私には全くないんですけども、まあでも、まあ世間から見たらというか、まあ SK48 に所属している以上 SK48 のメンバーだし、そこにグループに所属している責任もあるし、もちろん私は最高位戦に所属していることにもちゃんと責任はとか誇りはあるんですけど、なんかまあ SK48 の活動がを基本的には優先しなきゃいけないってなった時に、後悔しないかなって思ったんですよ。どっちが後悔しないかなって思った時に、あ、今すごい日本語下手くそだね。まあ簡単に言うと、SK48 にいる以上 SK48 の活動が第一になる。もちろん融通が効く部分もあるけど、でも融通が効かない部分もどうしてもあって、それがもし大切な対局にかぶった時に SK48 の活動をないがしろにしたいわけでもないし、でも私は麻雀プロになりたくてなったし、麻雀がしたくて麻雀プロになって、リーグ戦もずっと出たくて出れて、途中休場するとかなった時に、私はすごく後悔するなって思えたんですよ。それぐらいすごい麻雀が大好きだなって、やりたいなって思えて、なんかそう、
じゃあどっちも中途半端にしないためにはもう SKU48 の活動をやりきって、今 やりきったら大丈夫なんだろう今やりきうん SKU48 の活動をちゃんとやりきって麻雀を麻雀プロとしてもうこれから頑張っていけたらいいなって思ったんですよそう、なんかやっぱリーグ戦の途中休場もめちゃめちゃ迷惑がかかってしまうし、周りにもし自分が何かを勝ち抜いた決勝が辞退 しなきゃいけないってなった時に、私は多分すっごい後悔しちゃうなって思ったんですよそう、そういうのを考えた時に、今 SKE48 をやりきって卒業すれば両方中途半端にすることはないし、もっともっと今後頑張れるなって思ったので卒業を決めました。そうだから、なんか後ろ向きな意味の卒業っていうよりは、SKE48 も麻雀も大好きだからこそ今ここで卒業っていう選択をするのが賢明かなと思いましたなんかきっとプロをしながら麻雀することは別にできるんですよ。だって私だってこの数ヶ月、この3ヶ月1回しかまだリーグ戦は出てないけど、できたし出れたし、でも、自分が麻雀プロとしてなりたいこと、やりたいことを SK48 っていう環境で叶えるってなったら、相当我慢しなきゃいけない、なんて言うんだろう、相当なんだろう、どっちに対しても選ばなきゃいけない時が来たりで、難しいし、なんかもっと勉強したいし、本当はずっとやりたかったこととかもね、なんかできなかったこともたくさんあったから、そう、まあプロになったのは今年なんですけど、まあ、去年1年プロ団体に所属していてすごく思ったことだったでもあったので、ちょっと考えてはいたんですけど、まあプロになってリーグ戦に出れて、もっとタイトル戦出たいって思った時にこうなりました中田さんはね、ちょっと言えなかったですね。なんか言おうかめっちゃ迷ったんですけど言えなかったですねそう、でも須田さんには言いました。須田さんは実はなんかムック本に名前書いてくださった時もだし、結構ずっと私の SK の活動と麻雀を勉強する環境で悩んでることとかをすごいお話ししてて、私は麻雀のお仕事がめちゃくちゃしたかったんですよ。したかったけど、それをやっぱり地方の麻雀プロって大変だってよく言うし、それに
プラスしてアイドルっていう職業お仕事をやっている以上、なんか自由に何でもかんでもできるわけじゃなかったので、なんかなんかいろんなことがしたいし、いろんなところに行ってみたいし、いろんな対局に出たいです私は。いやー、卒業後は名古屋ですね。そう、そんな簡単に東京に出られるほどでもないし、あとはあの東海支部に所属しているのでリーグ戦がね名古屋なんですよ。そうだし、全然そう、まあ制限がいろいろあるのもそうだし、なんかね、そう書いてる人いてね、おおと思ったんだけど、やっぱね土日にタイトル戦とかがあることが多くて、なんかあ、この土日行けるって思ったらその1週間後に握手会だから無理ってなったりとか、なんか予選はいけるけど決勝は出れないとか、なんかの日程がダメっていうことがすごく多くって、でそれで私結局今リーグ戦以外のリーグ戦と、まああとシンデレラ以外は出れてないですよね、タイトル戦に、最高位戦のもう他団体のも。そうそう、なんかやっぱり私はすごい麻雀がうまいわけでもないし、もっともっと勉強しなきゃいけないし、もっともっと打数を重ねたいし、強くなりたいし、昨日も書いたんだけど、やっぱりもう SKU48 のファンの皆さん以外にも、なんていうの、 SKU48 の私が卒業して麻雀プロで SKU48 のファンの皆さんにもなんかすごいじゃんって思ってもらえる人になりたいです。そう、麻雀で、まあね、それがどういう意味かっていうのはすごいみんなにあのお任せするんですけども、そう、そうなんですよ。なんか自分の性格上やっぱり不安とかなんか緊張とかがすごい弱いタイプで、だからこそ自分がもしチャンスを、アイドルだからっていう理由でチャンスを今もらっても、それを生かしきる力がないのもすごい悔しかったし、うん、なんかでも SK48 に所属して活動できた5年半はすごいやっぱり自分の人生で一番大きなことだったし、なんか誇りだし、それはもう胸張って頑張ったって言えるので、もちろん SK48 で活動してきたことが自信になっているので、その自信を持って麻雀の世界でも頑張ってたくさんたくさん勉強して強くなりたいです。うん、そう、でもまあ
なんだろう、きっと きっとというか もう私はもう麻雀プロにな、麻雀をめちゃめちゃ頑張るのはそうだし、なんかやっぱり SK48 のファンの皆さんに麻雀プロの川島みはるを応援してほしいのはそうだけど、はなんか、なんだろう、密かにでもいいから心のどこかで応援していてほしいけど、もっともっとたくさんの人にも応援してもらえるようにこれからは頑張らなきゃいけないので頑張ります。そう、実はあの、あとはあの卒業したらSNS のアカウントが全部使えなくなってしまうので、その拡散とフォローだけは皆さんが協力してくださったら嬉しいです。 SK のファンの皆さん全員に協力してほしいです。よろしくお願いします。そう、アカウント新アカになっちゃう、ゼロからなので、そう、でもね、逆に今までできなかったこともできるようになるので、そこはポジティブに捉えて頑張ります。あと、もしよかったら応援してほしいですもしよかったらじゃなくて応援してほしいですなんかもうやっぱりめっちゃ不安なんですよ、正直なこと言えば、めちゃめちゃそう、なんかSK48、 元 SK48 だってって言われて、まあでも大したことないねって言われるのも怖いし、怖いのでうん、会いに来れるときは会いに来てほしいし、なんかその対局とかをにチマが出るってなって、あ、応援してくださいって言ってたら応援してほしいしそう、でもね、そう、自由になれる分もねあるので、ファンクラブとか何も考えてないんだけどさ、なんか千葉さんはね、 あのねすごいなんかネガティブなんだなって思ったまあ知ってると思うんだけど私のファンの皆さんはみんな知ってると思うんだけど、ちまさんってすっごいなんかネガティブで、結構割とネガティブでマイナス思考というか自分に自信がないので、うん、やめて、本当にツイッター誰もフォローしてくれなかったらどうしようとか、まあね、今ねもう卒業後の話をめっちゃしてもあれなので、あれなんです、言わないんで、あんまり話すつもりはなかったんですけど、まあね、ファンクラブをやってほしいって言われると思ってなかった。本当にそれぐらいちまさんってネガティブなんですよ。そう、なんかすごいいろんな人に相談したんですよ、実は卒業にあたって。麻雀プロの先輩もそうだし、まあ、友達の
友達とかもそうだし、卒業したメンバーもそうだし、まあピオスとかもそうだし須田さんもそうだし、他にもめっちゃいろんな人に相談して、すっごいいろんな人に相談したんですけど、でもなんか一貫して言われたのはあまりにも自信がなさすぎるなっていうのはずっと思っていて、だからなんか一人になったらやっぱ今まであんまり自分で主体性を持って生きてきたことがないので結構なんか習い事とかも言われて、ああじゃあやってみるみたいな感じだったし、部活も友達が入るから入ったし、 SK48 で初めて自分でやりたいって思って入ったんですよ。でも SK に入ったら入ったで結構やっぱり周りに友達がいっぱいいるからそこで他のメンバーがじゃあこうするんだったらこうしようとか思っちゃう部分もあって、だから本当にもうこれからは人に頼れなくなると思うとすごく怖いですけど、直接的にじゃなく頼れる人はたくさんいると思うので、皆さんも皆さんにも頼ってしまうと思いますが頑張ります。冬には結構ずっと言ってた冬にはねもうずっと話してて、でもなんか卒業はねちゃんと決めたのはね、まあさっきの話からも分かる通り割とまあ最近なんですよ。そうでもまあ、冬には結構逐一報告しておりましたなんか今日話してくるとかこういうこと言われたよとか全部話してた。池田にも、池田ともずっと夜電話したりとかしてて、会った時もずっと話してたし、友達って感じ。そうで中地は言いたかったんだけど全然言うタイミングがなくて、そうで本当はね前日までに言おうと思ってたんだけど言えなくって、そう当日の朝に結局電話できて、でそしたら中地が今日行けないんだよねごめんねって言われた後に来てくれた嬉しかった。劇場で泣いてた。なんかさ中地来ると思ってなかったからさ、来れないんだよって言って来れないって言ってたからさ、あそうなんだじゃあまた今度来てねみたいな話してたらさ、なんかさ池田さんに泣きついてるさ、池田さんが泣きついてるさ存在が見えてさ、あれってあれって思った。中坂さんだった。池田さん卒業発表前から泣いてました。なんかさ、なんか冬とさ僕らをつなぐものペアなのずっと嬉しかったけどさ、昨日ばかりはさ、昨日ばかりはダメでしたね。昨日ばかりはなんでペアなんだって思ってましたね。ありがとう中地。そうそういう感じでした。くまさんにはねちょっと前のね握手会の時に伝えた。そうち
思い出しても泣いちゃう。泣かない。そう、ふうさんのね、影穴はきっと多分偶然ですね。そう、そうなんです、多分偶然。でもなんで泣いてるかわかんないんだけど、だけどね、ちょっとね、あーでもね、配信は何かしらしたいなとは思ってる。でもなんかめっちゃ迷ってて、なんか SK のファンの皆さんに一番見てもらえるのはショールームなんだろうなとは思ってるので、まあショールームでやるのか何かをやるのかわかんないんですけどそう、でもなんかまあ何かをやりますね。YouTube とかやってみたいけどね。ちまさんが YouTube できると思う？みんな。え、これもね、めちゃめちゃなんかさ、なんかこれもめちゃめちゃあれだよね。ネガティブ要素入ってるよね。そう、これもなんか。あれって言われたけど。なんかでも今こんなに見てくれるみんながいるってことは、やればできるってことですね。ちょっとみんなのコメントを見てとっても前向きな気持ちになれました。あ、でもなんかせっかく私のファンの皆さんでにたくさんたくさん興味を持っていただけた、麻雀に興味を持っていただけたのは嬉しいですし、なんかこれからもみんなには麻雀してほしいし、いっぱい麻雀を普及活動をしていきたいので、なんかそういうことも何かできればいいなと思っておりますし、麻雀の勉強もたくさんしたいと思いますよってことですね。頑張る。みんな優しいね。で、いつか麻雀プロの中でも、麻雀界の中でも知らない人いないよねっていう存在になれるように頑張ります。そう、やっぱりいっぱいいるんですよ。もう芸能人の方でもたくさん麻雀プロの方とか麻雀をしている方はたくさんいるから、もう負けないように、もうね、強くなりたい。本当にそれ本当に強くなりたいし、自分に自信が欲しいから頑張ります。はい、ということでそんな感じで卒業発表させていただきましたが、なんと6月末までは SK48 でめちゃめちゃ活動していく予定なので、皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、公演も、時間がない公演も、27日に手をつなぎながら公演もね出るということで、はい、頑張りますので皆様よろしくお願いいたします。まあ握手会とかも来てくれ、来れる人はぜひ来てくださいということで、
皆さん本日はショールームを見に来てくださってありがとうございました。そしてシンデレラファイト見てくださってありがとうございました。おやすみハルーン、バイバイ。